黒木勝政は日本のプロレスラー、空手屋。一般には登竜門ジャパン及びドラゴンゲート所属時のリングネームはマグナム東京として知られてミスターエゴイスト、踊る、銃弾選手などと称された。ギミック上のモチーフになっているのは AV 男優やストリッパー。ダンスをしつつ観客がお札を黒木のコスチュームに挟む入場シーンが有名であった。 マグナム東京のリングネームは AV 男優のマグナム北斗が由来。マグナム東京プロレス入り前は父の会社でサラリーマンとして働いていたがウルティモドラゴンに憧れており彼が当時所属していたウォーに頻繁に出入りする。この頃からウルティモに何度も弟子入りを懇願していたが拒否され続ける。しかし、ついに弟子入りを認められて東流門の一期生として入門。 同期の大島信彦、諏訪高弘、藤井トールジュラと共に、メキシコへ渡り、1997年5月11日に、アレナ、ナウカルパンで大島を相手にプロレスラーデビューを果たす。その後、メキシコのインディー団体や、道のくプロレスを経由し、1998年には、アメリカのメジャー団体であった WCW に参戦。同じダンサーギミックとして活躍していた。 ディスコインフェルノとアレックスライトのタッグチーム、ダンシングフールズに無理やり加入するも、邪剣にされてしまい、常に試合前に、リングから追い出されるか試合に出場しても、秒殺されるかというそんな役割を担っていた。登竜門ジャパンが設立されると、日本へ、外戦帰国。旗揚げ戦では、試合後、夢を捨てなければ、カバン持ちからでもプロレスラーになれます。と発言した。以降は、 シーマと並ぶ団体の2枚看板として活躍する。長らく正規軍のリーダーを務めていたが、2002年に M2K を脱退した、も月茂明が正規軍と共闘するとこれに反発。同時に M2K のメンバーから勝手に入場時にバックダンサーを務められるなど必要な勧誘を受け、その2代目リーダーに就任しヒール転向ミスターバイアグラというニックネームが、 ミスターエゴイストへと変化し、相手に唾を吐くなど傍若不人なファイトを展開するようになる。ユニットがドゥーフィクサーに発展してからもそのリーダーを続けるが、2003年にシーマから地選手権王座をダッシュしたあたりから徐々に自身、ユニットともベビーフェイス化が進む。王座陥落後、自分探しの旅に出ると告げて欠場。荒崎人生ともにおヘンさんの格好をして、 四国を回った。2004年団体がドラゴンゲートとして東流門から独立し、これに追随、統括本部長を兼任。翌2005年、ルーフィクサーリーダーの座を斉藤亮に譲り、自らは兄弟ユニットポス、ハーツをプロデュースしたり、天竜と十番勝負を行った。初期の頃は、比較的引き締まった体でタイツの身の格好だったが、 統括本部長となったあたりから徐々に体を隠すような格好となっていった。2006年、王に縁のあるメンバーを集め、ルネッサンスを結成。愛知タッグ王者決定トーナメントに持ちきと出場するも、準決勝でシーマの逆水平チョップを受けて眼下手骨折。試合に勝利したが、決勝戦はドン・フジーを代打に送り欠場。それに伴い、 天竜との竜魂10番勝負は2勝3敗で終了し残りの試合は他のルネッサンスメンバーが引き継ぐ形となり継続していくことになった。自身は眼下低骨折と体調不良で長期欠場を余儀なくされその理由から団体に対談を申し入れていた。2007年4月9日に記者会見でドラゴンゲートを対談。他団体への参戦等は行わず。 限りなく引退に近い形であると発表された。2008年6月22日から9月12日まで、かつて所属していた大道塾への恩返しとして、大道塾コロンビア支部への派遣指導員として旅立っていったことが、大道塾の公式サイトにて発表された。二千八年十一月二十日、縁の深い天竜玄一郎が主戦場とする、発する後楽園大会に百の顔を持つ男、 アラン・クロキの名で登場して11月22日のハッスル・ミト大会で約2年振りの復帰戦を行った。2009年3月25日の後楽園ホールでモンスター HG に寄打ちを要求された際にマグナム東京として参戦することを発表し4月23日の後楽園ホールにてモンスター HG を相手にマグナム東京としてついに復活。 ダンサー二人を従えて三年ぶりのダンスも披露した。2009年から、種類量販チェーン、何でも、酒屋、格安の、何でも、宣伝部長として起用されている。2010年1月10日、大道塾高等支部黒木道場の支部長、県市班として、高等区東大島駅前に開いた。現代版テラコ屋を目指すと明言している。2011年3月、 大道塾開催の第一回空洞南アジア選手権大会のためインド遠征。2015年2月総合武道館会を設立して師範となる。なお、顧問は増岡岩尾が務める。大道塾高等支部は消滅して道場は総合武道館会黒木道場の師範として存続。対局拳教室、ベリーダンス教室、クリパルヨガの会場にもなっている。 ありがとうございます。